カードカメラベストマッチブーン仮面ライドディケイドブーンファイナルアタックライドディ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 ケイドカブトムシカメラベストマッチ密林のスプークキングビートルカメラバインイエーイ。こんにちは、あつむんじゃです。今日はガンバライジングの第3弾で当たるともらえる仮面ライダーカードフルボトルとカメラとカブトムシのフルボトルを作ります。こちらはテレビくんの2月号の45ページなんですけど、てきですね1月18日にスタートの第3弾のガンバライジングで当たると、まあ、この3種類のどれかか、まあ、もしくは選べてもらえるのかなと思ったんですけど、どうやらですね当たるともらえるのはこのライダーカードフルボトルみたいですね。で残りのカメラとカブトムシのフルボトルはここに載ってました、この1月下旬発売予定のバインダーセットについてくるやつみたいです。でですねこのバインダーがですねなんか3456円みたいなんですよね。いつもフルボトルってまあ900円ぐらいで売ってるので、まあ、いくらですねこのカードが、まあ、6枚ついてるって言ってもやっぱちょっと高いと思うんですよねこれ。なのでですねちょっとこのデラックスはちょっと春ボテだけ作って、後で食玩とかガシャポンで出たら買おうと思ってます。もちろんこのライダーカードフルボトルも食玩かガシャポンで出たら買う予定です。それでですね早速コンビでコピーしてこようと思うんですけど、でこの写真がですねまずこのカードの方はちょっとでかすぎて、カメラとかはですねちょっと写真ちっちゃすぎるんですよね。なのでですねカメラとカブトムシはちょっとコンビニで拡大コピーしてこようと思うんですけど、そうするとですねこのカードの方はですねさらに大きくなっちゃうんですよね。というわけでですねテレビマガジンの2月号の66ページのこのライダーカードフルボトルですね、この写真を一緒にコピーしようと思います。とりあえずですね切り取ってここに置いてみたんですけど、これなんかこの他の2つよりちょっとちっちゃいですかね。まあでもまあ大体 1.5 倍ぐらいでしょうかね。でまあ大きすぎたらちょっと削ればいいですよね。コピーしてきました。ですね今回ですね多分斜めになっていたからかですねこの A4 に入れるのが難しかったです。多分今までで一番難しかったです。でちっちゃかったら困るので念のため 170% で拡大コピーしました。そしたらどうですねここは OK ですね。でカメラとかちょっと大きめですけど、まあこれは上と下ちょっと切れば大丈夫ですよね。ちょっと切り取ります。まずはですねカードの方を切り取りました。これ色的にはロケットが良さそうですよね。テープをくっつけたのでここでつけますね。これはちょうどいいです。であとはこれがちょっとノリでくっつけますね。できました。ブーン、ライダーカードフルボトルです。次はカブトムシの方なんですけど、これがですね写真が斜めになっていてちょっと大きくなってしまったのでかなり削れてますね。特にこの尻尾の部分がかなり短くなってます。まあ色的にはゴリラでしょうかね。つけますね。つけました。であとはこれよし、カブトムシの毛できました。そして最後はカメラです。これも写真が斜めだったんですね。なので、まあ、ここがかなり短くなったんですけど、でもカメラ本体は全然削れてないのでまだセーフですね。色的には海賊が良さそうですね。につけてちょっと斜めになってますけど、あとはこれノリで貼っつけます。2つを並べるとこんな感じです。そのままだとちょっと斜めなのでこういう風に斜めに抜ければ少し
ごまかせるんじゃないかなと思います。おそらく北斗の方のですねフルボトルだと思うんですけど、フォームとしてはこんな感じみたいですね。ここにカブトムシがついてて、カメラちょっとカメラが多分手についてるんですね。ちなみにビートルカメラフォームっていうみたいです。これも相当出るんでしょうかね。あとディケイドの方ですけど、残念ながら食玩のおもちゃ持ってなくて、残念ながらですね仮面ライダーバーサスに出てくるディケイド、これ今月発売だったらよかったんですけどね、来月の2月なんですよね。というわけで全部並べるとこんな感じです。というわけでハリボテのフルボトルを作ってみたでした。最後まで見てくれてありがとうございます。いろんなおもちゃで遊んだ動画を毎日アップしているので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。